自分は今、高3男子です。無能です。心配性な性格なのに、それを改善するための努力はできません。今まで行動しなきゃいけないと思いつつも、努力は一切できないまま、このまま生きてきました。心配に押しつぶされそうになっているので、努力はできません。長所と言い合える部分は、学級委員会の主教をしていることと、コンビニバイトで店長に気に入られることぐらいです。怒られるのが苦手なので、店長の嫌になっているだけですが、自分を変えるために何をすればいいでしょうか。まあでも、努力ができるかどうかも遺伝なんで、努力の遺伝子というのがあるというのが結構言われていて、なので、心配性で努力ができないっていうのは、多分もうそういう性格ですと。なので、心配の源を多分考えればいいと思うんですよね。で、心配だから店長に言われた通りやってるっていうのであれば、多分ちゃんとした塾に行って、すげえ怒るタイプの塾に行けばいいと思うんですよね。で、その宿題やらないと怒られるとか、点数が低いと怒られるっていうので、その怒られるのが怖いから勉強するっていうのをやると、結果的にいい大学受かると思うんですよね。僕、中学の時に怒るタイプの塾に行ってたんですけど、で、結局僕怒られてもあんまり宿題やらない子で、最終的にその塾の国語の先生に首絞められて辞めたんですよね。お前なんでそんな宿題やってこねえの？みたいなこと言われて、なんかその宿題をやるという習慣が僕の中なかったんで、なんで、まあ、できないっちゃできないんですよ。なので、僕は怒られるっていうのがあんま全然気にしないタイプなんですけど、まあ、怒られるのが気になるタイプの人は、そういう怒るタイプの塾に行くといいんじゃないかなと思います。はい。 you